こんにちは、柴田です。今回はエドワーズの SG のレビューになります。おはようございます。エドワーズといえばですね、まあ皆さんご存知かと思うんですけれども、ESP の貝ブランドになります。ESP、エドワーズ、グラスルーツ。こういった感じで3段階になっておりまして、中堅クラスを扱っているのがエドワーズ。皆さんどんなイメージをお持ちですかね。僕はですね、結構ね、いいイメージがあって、面白いギターを作っているなというか、まあ面白いっていうのはね、ちょっと表現方法がおかしいかもしれませんが、例えばレスポールとかでも結構ね、目が綺麗なもので、そこにね、ダンカーのピックアップが乗ってあったり、ストラトとかもね、結構ギミックがついていて、すごく多彩な音色をですね、鳴らせるようになっていたりします。まあ、そういったギミックの遊び心もありますし、こだわりのピックアップを乗せている。そしてまあ ESP の貝ブランドということで、結構ね、いびつな形のギターなんかもね、たくさん出しております。どちらかというとね、そっちの方がイメージが強くて、結構ビジュアル系寄りのブランドなんじゃないかと思われがちかもしれませんが、ギター自体もめちゃめちゃしっかりしていて、いいものが多いです。今回はこの SG なんですけれども、例えば同等の価格のエピフォンとかだと、こちらご覧いただければわかると思うんですが、表面にですね、薄いですね、マホガニーが貼られてるんですよ。まあ、これボディ自体もマホガニーだとは思うんですが、目が綺麗な部分をですね、こうやって表に貼っている。でもですね、エドワーズはしっかりとしたマホガニーなんです。塗装が薄いのか目もしっかり出ていて、いかがでしょうか？しっかりとしたマホガニーです。しかもこの SG はですね、ピックアップがデフォルトで、ダンカンの JB と号泣。このゴールデンコンビがね、最初から乗ってるんですよ。かなりね、ポイント高いし、コスパがね、いいですよね。ネックもしっかりとマホガニーになっております。まあ、こうやってですね、ボディ材だったりとか、このピックアップ、ギブソンに負けないぐらいのスペックなんじゃないかという風なぐらいね、思ってはいたんですけれども、今回千葉管楽器さんから借りてきて、こうやって握ってですね、思ったことは、ネックがね、薄いんですよ。ギブソンのね、SG は、ずぶとい感じのネックで、それに相反したボディの薄さが、その SG の良さをですね、引き出してるんじゃないかなというふうに思っていたんですが、若干ネックがね、薄いんですよね。まだアンプを通して音を鳴らしてないので、どういう風な感じになってるのかっていうのはわかんないんですが、生鳴りはね、かなりいい感じでした。ちょっと鳴らしてみましょうか。うん、しっかりとね、ボディに振動が伝わってきて、SG らしさを感じられます。この後アンプを通して音を鳴らしてみたいと思います。Mm-hmm.